こんにちは。今日は大阪の中之島にジンのイベントに行ってきた時の Vlog です。大阪の中之島初めて行ったんですけど、なんかすごいおしゃれなところでした。私が知ってる大阪ではなかった。こんな感じなおしゃれなイベントの中の一つである中之島ジンズフェア2024というのに行ってきました。まず初日は普通にジンをですね、いつも通り爆買いして、そして2日目に私も出店することになってました。こんな感じのパンフレットがすごい可愛かったです。インセクツさん、主催者さんのインスタの方にですね、爆買い中の私が写ってまして、思わずスクリーンショットを撮らせていただきました。今回合計16冊、あとグッズもね1個購入しました。一番高かったジンはなんとこちら4000円です。これはなぜこんなに高いかっていうと、一冊一冊手作りしていて、しかもここにね使われてるインクっていうのが、この表紙のインクもどこかから取ってきた石でインクを作って、それでインクを吸ってたり、この表紙も一個一個作ってたりするので高価になるっていうことで、あ、それはもう本屋さんでは買えない、まさにジンだなと思って購入しました。たくさんジンを買ってこの日はホテルに入りました。プリンススマートインに来ました。とても綺麗です。すごいいいです。パジャマもあります。まあ景色はないんですが、とってもいいですね。お湯沸かせるし、冷蔵庫あるし、いい。なんか無駄なものがなんもないし、これはもともとありました。お風呂もちゃんとついています。これ重要です。金銅は普通に高かったんですけど、なんと平日は6000円台です。すごい。わあ、よかった。おお、風呂そんな期待してなかったら。すごい綺麗です。アメニティは下でもらえました。もらってきました。こんな感じです。とってもいいです。大阪土地勘なさすぎて疲れました。中之島ジンズフェアでジンをたくさん買いました。じゃーん、すごいです。どれもめちゃくちゃ、もうっていうか出店者さんがみんな素晴らしくてですね、本当にジンってこれだよなみたいな。これは主催のインセクツさんのものですね。ジンってこれだよなっていうものがグッとくるものが多くて、なんか金額だけだといっぱい買っちゃったなって思ったんですけど、こうやって改めて見返すと、なんか買わなくてよかったものは一冊もないなっていう気持ちがします。すごいいいです。すごい最高です。こんばんは。ふわとろ山芋鉄板、大阪っぽいものが食べたい欲があったんだけど、なんか今泊まってるところがオフィス街なので、なんかいわゆる大阪っぽいみたいなお店がなくて、これを買ってみました。このジンも無事完成しまして、はあ、疲れた。
もうね、来たら、大成功って感じで、もう、バタバタでした。では見たことないよ、こんなふわとろ山芋鉄板、しかも356円、おいしい。というわけで今日から中之島ジンフェスタがフェア中之島ジンフェアジンズフェアが始まりまして、私は明日出店します。中之島の子ども図書館の隣のところの上で、北浜フリーマーケットっていうのをやっていて、ノンアルコール超美味しい。その真下ですね。その地下で、大阪の出版社さん、インセプツさんが主催しているジンのイベント、ジン個人が作った冊子を販売するイベントをしております。今日早速行ってきたんですけど、爆買いしてしまいまして、してしまいましたって言いたくないんだけど、本当はでもね、本当にしちゃった。だって荷物も多いのにさ、どうすんっていうぐらい。ただなぜかというと、やっぱりそのインセクツさんが作る雑誌が好きで、書籍が好きで、その今ジンっていろいろ増えてきたし、個人が作るものが雑誌が増えてきたけど、今回のインセクツさんがセレクトしたその方たちが40組ぐらいと、あと一般公募が20組ぐらいなんだけど、その方たちの人選がもうすごいツボだったんですよ。私が思う人ってこれだよねっていうものを方たちしか出展してなかったから、もうどれもこれもほぼ欲しいっていう状態でした。もうほんと面白いですよ。ぜひ来てください。私も新作を作りました。ではまたね。大阪来れたよ。いよいよ出店の日がやってまいりました。私はこのぐらい大規模なジンのイベントに出るのは初めてでして、以前5年ぐらい前に下北沢でチーム未完成さんにお声をかけていただいて、下北沢で出店したことがあるんですけど、あとこの先日ですね、つい最近東京の養々舎さんで出た時は3組ぐらいだったので、こんなに大きな会場でのイベントは初めてでした。こうやって一人で黙々と準備をしていきます。高崎からいろいろ準備をしていきまして、今回のポイントはこう年表にしてみました。今回の新作がずっと悲しいというジンなので、これまで私が作ってきたジンとこの新作を年表という形で表してみました。せっかくなので今まで私が作ってきたジンを紹介したいと思います。この年表は2012年から始まります。これがずっと悲しい年表です。この新作のずっと悲しいのずっとがどこからなのかっていうのが2012年から実は始まっています。そして初めて私が高崎ビジネスホテル探検記を作ったのが2015年になります。なのでこの2012年から主に2017年ぐらいまでの間に、私は高崎のビジネスホテルにたくさん泊まっておりました。そして一番最初、高崎ビジネスホテル探検記、ゼロですね。ゼロっていうか1。1を書いて、それに過失修正したものを2として出して、
さらにそこにまた加湿修正したものを 2.5 として出したので、この高崎ビジネスホテル探検記 2.5 が事実上の1となります。これを作ってたのが2015年から2017年の間ですね。実はこの前にもジンを作ってるんですけど、それは今回は持ってきてません。そして2018年に私はパークインというインディペンデントな高崎のビジネスホテルに出会いまして、そのパークインのことをお知らせしたいという気持ちもあって、高崎ビジネスホテル探検記3を作ったのが2018年になります。この頃雑誌の外ことさんの日本全国リトルプレス図鑑というものに群馬県の中で3市選んでもらったうちの一つとして選んでもらったり、高崎にグリーンレベルリラクシンさんができた時に、ご連絡いただいて、シンクローカルっていうグリーンレベルリラクシンがそれぞれできある店舗のある地域でその地域の面白い場所を取り上げるっていう冊子を作ってるんですけど、そこにコラムを書かせてもらいました。なのでこのまま順調にこう書いてくぞって思って出た時期が2018年から2019年にかけてだったんですけど、ちょうどこの時期にですね、私はもう書けなくなってしまいまして、まあそれがちょっとその2012年のこととかそういうのがいろいろ関係ありまして、書けなくなったから、私はですね2020年にこの YouTube を始めました。まあ書けないなら話そうということで始めたのがこの YouTube チャンネルです。そして書けなくて苦しかったんですけど、2021年に都築恭一さんが書かれているネバーランドダイナー二度と行けないあの店でといういろんな作家さんたちが集まったすごいもう濃密な本があるんですけど、二度と行けないお店の記憶を書く本があるんですけど、それの高崎版の著者としてレベルブックスさんに声をかけていただいて、もう全然書けなくてすごい苦しくて、今思うと病院に行く直前だったんですよね。病院行くって決める直前に話をもらって、一番辛かったんだけど、それでも絶対書きたいと思って書いた、私としてはかなり思いの詰まったものになります。これを2021年に書きました。そして2022年ですね、このジンは、YouTube の中で Behind This Jean という動画で、このジン、2022年に作った YouTube 健康法2020-2022持続的ウェルビーイング模索のための自覚的セルフトゥルーマンショーというジンを YouTube を撮りながら作っているジンを2020年に久しぶりに作ることができました。なのでこの背景で流れている iPad の動画は、このジン YouTube 健康法を作っている様子を後ろの iPad で流しています。そしてですね、この時書けるようになったと思ったものの、まあそんなスムーズになんかこう書けるわけではなくて、まああとシンプルにこれがあんまり反応がなかったので、まあ普通に落ち込んで、自分としてはやっと書けたぞわーって感じだったのに、なんかこうあんまり人に届かなかったことで、まあそれは努力もしなかったからだけど落ち込んで、まあしばらく書かない時期があったんですけど、ついに2024年にですね、今年最新作を書くことができました。っていうのもやっぱり私が書けなくなっちゃってたのは、自分の本当の気持ち、本当はこれを伝えたいっていう気持ちに蓋がされてたと思うんですよね。それがちょっとずつ開いてきて、改めて
私は YouTube をやってきたけど、話し言葉じゃなくて、とか、話すことはまだできないっていう、まあ、すごい悲しい気持ちが私には2012年からずっとあって、その気持ちを書くことができました。というか、これから先書いていくにあたって、あ、これ書かないと、この先書けるようにならないんだなっていう、もうこれを、まあ、海を出し切るっていう表現だと、お客、よ、読んでくれる方に海を渡すのかっていう話になるかもしれないけど、まあ、本当にその、これを、この石をどかさないと、魔法の洞窟が開かないみたいな、開けゴマみたいな感じが私にとってのずっと悲しいです。これが最新作となります。このね、だからずっと悲しいのずっとはいつから来てるかっていうと2012年だし、その2012年から私がビジネスホテルに泊まり始めたのはこういう事情が実はあったからだっていうのが分かってもらえる作品にもなってます。あと気に入ってるのはこの主治医絶賛っていうコメントですね。実際主治医に読んでもらったところ、これはライティングエモーショナルディスクロージャーという、割と結構ちゃんとこうエビデンスのある心の癒し方だということが発覚しまして、なので本当です。はい。この人なんでこんなにいろんなことがあるのにいろんなことやれてるんだろうって思ってる人もいるかもしれないんですけど、ここの年表のね、下にひっそりと書いといたんですけど、私はずっと悲しいけど、何かを作ることとか誰かが受け取ってくれることで私の回復が助けられてますっていうことなんです。だから作ることと人に読んでもらうことは私のことをすごい助けてくれてるし、 YouTube を見てくれてることも私にとってすごい励みになっております。本当にありがとうございます。頑張りました。ちなみにすごい長時間の6時間1人で出店だったんですけど、ポッキーがすごい食べやすくてよかったですね。ポッキーはこうなんかこうこっそり食べれるし、あんまりもそもそしないし、とても良かったです。あと水分計は 500ml の水と 300ml ぐらいの紅茶、あったかいお茶を持ってたんですけど、いっぱい喋るとね、それは少し足りなかったですね。もうちょっと水分は持っていけばよかったかなと思いました。トイレの位置によりますけど、このイベントはトイレが結構近くにありました。でも結局私は1回目のトイレに行かないぐらいすごい楽しかったです。私がこのネバーランドダイナーを置いていたら、ちょうどこのネバーランドダイナーの京都版を読みながら今日この会場に来ましたっていう人がいて、すごいびっくりしました。ネバーランドダイナーは検索してもらうとネットで全国の個人書店さんが販売してて、いろんな地域バージョンがあるので、ぜひお近くの地域のものとか、私が激鬱の時にフリーフォって書いたものも、まあ、高崎版ですので、ぜひお求めください。最後に終わった後にまた最後売り場を取っておきました。本当に想像もできないぐらいいろんなたくさんの方にと話ができて、すごいなんか楽しかった、本当に楽しかったです。その高崎の人なんてと思ったんですけど、結構この熱量がやっぱり大事なのかなと思って、この熱量、この圧倒的な熱量わかると思うんですけど これを見て結構お話が弾みました。本当にありがとうございました。縄文新聞の記事とかも持って行かせてもらって、こちらはですね、お隣で出店を、私の後ろのところで出店をしていらっしゃった衛星ブックスさんにお写真撮っていただきました。衛星ブックスさんはもう26年間ぐらいこういうイベントに出続けて、小冊子だから、なんか「ジン」っていう言葉がまだ全然日本にないぐらいの時から
書いて販売されているもう大先輩に写真を撮っていただきまして、本当に嬉しかったです。こちら、エイセイブックスさんのエイセイくんです。本当に今話しててもちょっと感動しちゃうぐらいすごい嬉しい出会いだったので、本当にこういうことがあるからイベントってみんな参加するんだなって思いました。本当にありがとうございました。お求めいただいた方も本当に本当にありがとうございました。お疲れ様でした。今、中之島ジンフェスタ終わりました。たくさん買っていただいてありがとうございました。もともと80サイズの箱にびっしりぐらいジンを詰めていったんですけど、そこに昨日大量に買ったジンを全部詰めて帰れるぐらいお求めいただきました。ありがとうございます。勝利の祝杯、ノンアルコールビール。いただきます。美味しいです。より美味しく感じます。そして、ファミリーマートのたこ焼きと、ファミリーマートのお好み焼き、ファミリーマートのチョレギサラダです。ちょっとこのイベントもあって、さらに、ちょっとその、ね、大阪のお店に一人で入るっていうのはちょっとまだその体力はないなっていう 感じです。今日はまあ人生の新しい、人生でやったことなかったことをして、その結果人を不快にさせました。これは確かなことです。ただ今まで私は自分の気持ちを自分の主に不快な気持ちを率直に相手の目を見て伝えるということをしたことがなかったので、今日初めてそれをしました。その結果相手を傷つけたと思います。ただ私にも権利はあるのでお伝えしました。そして相手もきちんとした大人だから、きちんとそれを受け止めてくれました。そして私は途中で会場から帰ろうかと思ったんですけど、無事最後までジンを販売することができました。ありがとうございました。たこ焼きを食べます。コンビニのだけど美味しい。十分です。だから社会に出て大人になったなっていう気がします。だから自分も真剣であり、自分が真剣だったら自分の真剣さを とにかく自分の権利のために主張するということをしました。うまっ。え、うまっ。
美味しい。美味しいんだけど。美味しい。ファミマの豚玉美味しい。たくさんの人と、すごい楽しく、たくさんの人と会話をさせてもらいました。たくさんの人にジンを読んでもらいました。途中で、開始30分ぐらいかな。で、なんか、人がいるブースの人は、売ってる人は、立ってるってことに気づいて、私最初座ってたんだけど、立ち始めた。そう、立って、もうとにかく前を通った人は、には、挨拶をして目を合わせて、ジンを渡しちゃうっていうことをしました。そしたらたくさんの方に興味を持っていただきました。驚いたのは、何が一番、てかもうそもそも大阪で高崎ってどこっていう人もすごい多くて、まあそれは全然失礼なことじゃないと思うんだけど、私だって、関西の地域の地方都市の名前言われたらわからない場所あると思うし、だから、それなんだけど、高崎ビジネスホテル探検記が一番売れました。びっくりしました。しかも、なんか東京とかだと3が売れることが多いんですよ。でも、なんか今回は会場のインセクトさんのお客さんだからなのか、すごくね、熱量を強く感じるからっていう理由で 2.5、 つまりこれ実質1なんですけど、それをね、一番手に取っていただきました。すごく嬉しかったです。今日はもうどこにも行かないで寝ます。ではいろいろなことが心に残った一日になりました。では最終日はずっと行ってみたかった民泊に行きました。太郎じゃないんかいっていう、いやでもね、ちゃんとね、これあと一人で自撮りしてるんですけど、太陽の塔、やっぱりあるとすごい、実物はすごい、本当にね、一回見に行った方がいい。このちょっと古びてる感じもまたすごい、本当にぜひ行ってください、太郎。そしてこの、私同じとこにあると思わなくて、この万博公園の中に国立民族学博物館っていうのがあって、ずっと行ってみたかったんですけど、今回ちょうど日本の仮面っていう展示もやってたので行ってきました。これね、すっごい大きいの。もうこれじゃちょっと表せないんだけど、こういうので本当にこうなんか儀式をやっているところが未だにあるっていうのが本当面白いなと思いました。お昼ご飯食べるつもりじゃなかったんですけど、もう民泊のね、もうボリュームがすごすぎて、頭のいい人にこれだけの場所とこれだけの空間を与えるとこんなことになるんだってことで、もう脳が焼き切れそうになって、民泊内のレストランでオムライスを食べました。まさかのロボットがね来てね、びっくりして、お味はまあ普通かなって感じでしたね。でね、見てこれ、もう最高すぎない？もうあまりにも良すぎるって、もうこういう頭のいい人のユーモア大好きです。これも本当私が一番つぼったものでですね、これ民泊のお土産屋さんにこの実際の買える作品が売ってて8万8000円で、ちょっとね、買いそうになりました。てかもし誰かくれるならください。そういうわけで、合計で3日間の大阪の旅の Vlog となりました。私にとって新しいことがたくさんあって、とっても大きな天気になったと思います。そして最後に嬉しいお知らせがございます。なんと今回新刊となりました、ずっと悲しいを京都の放課ブックスさんにてお取り扱いいただけることになりました。同じジンの中之島ジンズフェアの会場にいました、放課書房さんの島田さんにお声をかけていただきまして、
なんとですね、その放火書房さんが一緒に共同で運営されている書店さん、放火ブックスさんの方で販売をしていただけることになりました。私去年2年ぐらい前から京都に旅行に行き始めたじゃないですか。ずっと見てくれてる人はわかると思うんですけど、だから京都の本屋さんで取り扱っていただくことができるっていうことが本当に嬉しくて、あとはそのエッセイブックスさんとの嬉しい出会いとかもあったりして、そしてこのずっと悲しいを書いたことで心のその蓋というか重い石がこう動いてですね、とっても久しぶりにビジネスホテルについての文章を書くことができました。なので、放火ブックスさんでお買い物いただいた方にはこちらの限定おまけペーパーがついてきますので、ぜひ放火書房さん、放火ブックスさんですね、放火ブックスさんの方で、ずっと悲しいお求めいただけたら嬉しいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。そして私のいろんな原点でもある高崎ビジネスホテル探検記は今でもこれからも群馬県高崎市のレベルブックスさん店頭とオンラインショップでお求めいただけますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。ぜひね、合わせて読んでいただくと、まあ、深みが出るというか、なんかこの人頑張ってんなって思ってもらえるんじゃないかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日も見てくれてありがとうございました。さよなら、またねー。